んこんにちは。人気投票の結果は1位で嬉しかったのですが、意外な結果ということで驚いています。ミルクです。前に言ってたあのコメントはどうなったんだと力みです。なんかキーの入力がおかしいんだとか最近ほざいていたけど、どうしちゃったんだろうね。それはそうと、今回はどこに行ってきたの？今回はタイトルにもあるかもしれないけど、精神中央だよ。精神中央、地下鉄の終着駅だっけ？まあそうだね、意外と発展しているんだよ。それじゃあ、早速やっていこう。おお。いつも通りの近鉄郡山駅からスタートです。まずは大和西大寺駅まで移動します。種別は普通でした。最近9020系をよく見かけるようになった気がしたのは気のせいかな。大和西大寺駅の平面交差を乗り越えまして、はい到着。今回は兵庫県方面なので快速急行に乗り込みます。線形で尼崎駅まで移動します。大阪府を通り越して尼崎まで行っちゃうんだね。河内英和駅付近で電車の混雑が発生。あれ、対向列車の9020系、行き先表示が違うタイプ？線を走行していの、大阪難波駅に停車していの、桜川駅に停車していの、淀川橋梁を通過します。そういえば、改築事業案が出ているんだよね。あー、あったね。パンフレットも作成したとかなんとか。お、阪神本線ってことは大物駅ですね。いや、私のセリフを。尼崎駅に到着、ここで下車するよう。ここでは列車の切り離しが行われます。あ、これ10両編成だったんだ。8両もあり得る話だと思うけど。それで破壊方針をご覧ください。はい、OK。北口から改札口を通りまして、あ、バスの路線図はすごくたくさんでした。はい、こちらに移動。西口です。あ、あそこ西口だったんですか。尼崎駅ではまず貸切電車を見ます。え、貸切？3番線ホームに到着です。貸切電車とか言っても阪神電車の貸切電車なんて想像がつかない。いや、なんでミルクが驚いているの？はい、22600系の近鉄特急です。多分お伊勢参りのツアー列車でしょう。あれから数分後、ホームを移動してきました。スマウラ公園行き特急で、三宮へ行きます。甲子園駅に停車していの、どこかの高架区間を走行していの。これは魚崎付近じゃないかな？地上区間から地下区間に入りまして、神戸三宮駅、到着です。で、ここから何に乗るの？やっぱり緑色の地下鉄で板宿方面に行くの？青春山手線と呼んであげなさいよそこは。まあ違うんだけどね、そっちとは逆に進むんだよね今回は。地下鉄海岸線の、三宮花時計前駅に到着です。おお、海岸線が来たか。車両は5000系、小さくても力持ち、リニアモータク道の海岸線専用車両なのです。リニアモータク道だったんだ。で、どこで下車するの？和田岬駅だよ。あれ、和田岬ってことはあの路線もあるんだよね。あることにはあるよ。本数がすごく少なかったから、地下鉄のありがたみが感じられるね。ちなみにこっちが地下鉄の時刻表、10分に1本。うわお、これは差がありすぎる。それじゃあ新長田まで乗って、海岸線を走破しました。三宮花時計前から新長田までは15分だそうです。海岸線の新長田駅は、JR 線との乗り換え駅でもあります。JR に乗り換えるの？いや、電車には乗らないよ。入場券でホームに上がるのだよ。奥に見えるのが、新快速や特急、貨物列車が通る線路だね。さあ、青春山手線に乗りますよ。長そうに見える階段を降りて、6線型と出会いましたら、何この千代田線みたいなカラーリング。いや、どちらかと言ったら南北線じゃない？こちらの7線系で、青春中央駅に行きます。はい、乗り込み完了。妙法寺に停車していの。地上2面4線の駅、妙谷に停車していの。妙谷車両基地を見ていの。山陽新幹線をまた来ましていの。おお、新幹線をまたす。なんとも新鮮な光景。はい、青春中央駅、到着。近代的なこの風景は、青春中央駅にふさわしい感じですね。新型車両にも出会いました。バス路線はたくさんあるみたいだね。それも行き先が面白くてね。これ見た瞬間近鉄の大久保駅かなと思いまして、こっちの発展もすごいですね。あれなんか今カットされなかった？あ、そうそう。実はこの駅、4番線は用地だけで線路はないんです。もったいないのかお金がなくて線路が敷設できないのか。終点ということは当然折り返しが必要。なので神戸方面に戻ります。左側の線型に乗ります。総合運動公園という長い駅名で下車。臨時の出口がありましたが目当てはこれではない。ここまで設備が施されているんだ。どんな公園があるの？なるほど。今の間は何？で、目的はここ。え、何かすごいものがあるのですか？ミルク先生。いいでしょう、教えましょう。画面中央のちょっと右側、山陽新幹線と地下鉄線の交差が見れる。あと、妙谷車両基地も見えるんだよ。これだと見えないけど。え、意外とおもろい場所っぽい。ま、満足したみたいで嬉しいよ。あ、ここ総合運動公園は駅舎や駅の中の構成も見どころあるから、皆さんもぜひ来てみてくださいね。さて、3000型で新神戸へ向かいます。
京浜山手線、全区間走破ですね。走破というよりかは乗車かな。いろんな駅に停車しての、新神戸に到着です。新幹線に乗り換えたりはしない。しないよ、乗りたいけど。そりゃそうだよね。さて、ここから目指す地は有馬温泉、北進急行線に乗り換えとなります。ところが車両は神戸市営地下鉄の車両でした。谷上駅、到着です。ここからは神戸電鉄線に乗ります。最初は3000系でした。あ、これ知ってる。ウルトラマンって愛称なんだよね。そういうのは知ってるんだ。有馬口で乗り換えます。有馬温泉市はこの次です。1000系で有馬温泉に向かいます。構内踏切を横目に、岡場方面へ向かう線路と分かれます。有馬温泉駅に到着です。温泉には、行かないですよね。そもそも目的が違うからね。え、目的が違う？温泉に行くんじゃないの？私有馬温泉を訪れたことが一度もないから、ここは乗っておいて達成したいということでね。あ、初見だったんだね。初めての区間に乗れてよかったじゃん。そうやって喜んでいるのも今のうちだよ。え？さっき乗ってきた線形で有馬口に引き返します。有馬口有馬温泉間は森っぽいようなのどかな区間を走ります。高速道路をくぐる場所もありますがね。有馬口に帰還したので、三田行きの準急に乗り換えます。乗るのは6000系の、トップマン編成。そんなネタはいらないから。はい。さあさあ三田方面に進んでいきます。イオンモールを見つけていの、単線になりいの。あれもしかして雨が降ってる？一時的にだけど降ってたね。行き違いがありいの、向こう側を渡りいの、三田到着。反対側にはウッディタウン中央へ向かう電車がやってきました。これが新旧の出会いってやつかな。で、ここで遅延情報。見事に遅延と運休が発生しました。これがさっき言ってたやつか。でも、大阪行きの丹波寺快速は定時運行ということなので、こちらに乗車します。車両は225系6000番台でした。このオレンジ色の2本のラインが特徴ですね。流れる車窓を存分に楽しみまして、阪急線をくぐり抜けて、伊丹駅に到着。降りた理由は？何回行きたくなったから。え、快速に乗りたかったのですが混雑していてとてもじゃなかったので、普通電車で行くことにします。車両は207系、山陽新幹線の下を通り、尼崎駅に停車しての、長い鉄橋を渡りましての、大阪駅到着です。さすが大都会、人混み待ったなしでした。新快速、湖西線経由敦賀行きも停車していましたよ。一回乗ってみたい？私だったらサンタバ乗るかな。遅延が見られる中、どこへ行くの？御堂筋線です。すごく混んでいて撮影どころではなかったのですが、新20系で難波へ移動しました。そのまま阪神車両に乗り込んで大和西大寺へ行きます。大阪の風景を見ながら、気がついたら東生駒駅を通過していて、いや何があったし、もう見慣れてしまってジョイントーンを聞くのが楽しくなってしまった。大和西大寺駅西側の平面交差をガタンガタンと走行して、はい大和西大寺駅到着。特急と出会いまして、最後に乗るのはこの電車、これで帰ります。無事到着、これにて今回の鉄道旅は終了です。お疲れ様でした。今回はここまででございます。最近鉄旅が多くなっている気がするんだけど、気のせいかな？まあ私たちが鉄道好きだからじゃないかな？そうなの。かな。それで、次回はどうするの？どうなるんだろう？気まぐれだからその時次第かな。ひとまず一度締めようか。そうだね。それでは視聴者の皆さん、ここまでご視聴してくださり、ありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次回や他の動画でも、ゆっくりしていってねー。